心臓外科医を襲った痛すぎる虫。香川県高松市の八島総合病院、ここの心臓外科医として働いていた辻和弘医師、突如彼を襲った腕の痛み、医師には原因が分からなかった。しかしそれは全く自覚なしで襲われる超小さな危険生物によるものだった。その痛みと戦った医師は、刺されたり噛まれたりした記憶は全くないですね。四六時中ピリピリピリして眠れなかったですね。一体どんな生物に襲われたのか。今から16年前の10月、そろそろ起きるか。その日は3連休2日目の朝、ふとなんだよこれ。腕が真っ赤になり、ミミズバレのようになっていた。さらに、こっちも？しかも痛っ、ピリピリとした痛みが。実は前の日、なんだこれ。腕にポツポツとした水ぶくれのようなものが。外れたのかなと特に気にしていなかったのだが、明らかにこれはおかしい。なんかしたかな。ここ数日は病院で仕事をし、そのまま帰宅する毎日。心臓外科医の彼は一般的な医学の知識はもちろん持っているが、皮膚科が専門ではないため、この原因はさっぱりわからなかった。そしてその夜には、いったー、どうしたの？ちょっと何これ。朝とは比べ物にならないほどの強烈な痛み。さらに幹部は燃えるように熱くなっていた。誰かに相談したら、ほら皮膚科の先生とか。いや連休中だし迷惑だろう。休みの少ない医師にとって、この3連休は大切な休暇。はいこれ。幹部を冷やすことで多少痛みは和らいだため、我慢し続けたのだが、痛みでほとんど眠ることもできない状態。発症から3日後、やっと見てもらえる。ようやく同僚の皮膚科医に見てもらえることに。すいません、先生、どうしました？ちょっとこれ見てもらえますか？どれどれ。ちょっと3日前ぐらいからめちゃくちゃ痛くて。すると症状を見た医師は、これは洗浄皮膚炎ですね。洗浄皮膚炎？はい、虫が原因なんですよ。何の虫ですか？これこれ、青葉アリ型羽隠し。それは青葉アリ型羽隠し、別名やけど虫とも呼ばれている。この虫、超小さい虫で体長は1センチにも満たない6ミリから7ミリ、アリのような形をしていて、黒とオレンジという特殊な色をしている。日本全土にいる虫で、この虫に詳しい夏秋教授によれば、近年関東での被害はほぼなく、被害は九州を中心に西日本に集中しているとのこと。高温多湿を好み、田んぼや畑などの湿ったところにいて、6月から8月にかけ激増するという。でも僕、虫に刺された覚えないですよ。それがこの虫の怖いところなんです。これは虫に触れただけでこんなことになっちゃう可能性があるんですよね。青葉アリ型羽隠しは体液にペデリンという毒を持っている。これは人間の皮膚の細胞に含まれるタンパク質や DNA を損傷させる作用があり、その体液に触れただけでやけどをしたかのような炎症が起こるのだ。青葉アリ型羽隠しは攻撃的ではなく、噛んだり刺したりはしないのだが、この虫、飛ぶ。つまり飛んできたこの虫を払ったり潰したりしてしまうと超危険で、目に入ると最悪失明の可能性もあるという。ではどうすれば？専門家はこの虫のその毒液であるペデリンというのは皮膚についてすぐに症状は出ないんですよ。ですからとにかくこの虫に触れたなと思ったら何の症状がなくても早めに石鹸でよく洗う、これが大事だと思います。辻井医師は皮膚科で抗ヒスタミン薬とステロイド剤を処方され、徐々に症状が治まっていった。それにしても一体どこでやけど虫に触れたというのか。一つは暗い夜道を走ってて明かりに向かって飛んできた虫がお肌にぶつかって、その時に液がついてしまったという可能性が一つですね。ただ今回両方の上に出てるってこれかなり珍しいパターンなんですけども、寝てる間に室内に入ってた虫がたまたま腕かなんかに当たって、それを無意識で払いのける行動を両手でやってしまったために、毒の成分の液がついてそれで出たんじゃないかという、その2つの可能性があると思います。今回被害に遭った辻医師は、お世話になって多分20年ぐらいだと思うんですけど、僕は全く知りませんでした。身近にいるのにあまり知られていないやけど虫、体に付着してもむやみに払ったり潰したりしないように。とあるダイエットで太りにくい体質になった大塚桃子さん29歳、身長152センチ、体重46キロ。実は彼女、あるダイエットがきっかけで、なんでめちゃくちゃ食べるのに体重が変わらない超羨ましい体質になったらしい。そのあるダイエットとは一体何？みんな真似できることなの？まずは大食いのお手並み拝見。埼玉市にあるキッチンニュー星野。ここで何を食べるのかというと、すごいスーパージャンボ3倍盛りです。名物のスーパージャンボを今回特別サイズで、ご飯の量 1.3キロ、そこに山盛りのキャベツ、分厚く切られた豚肉をこんがり揚げて、なんと3枚。そこにカレーをかければスーパージャンボ3倍盛りの完成。総重量 4.5キロ で、今回はあるものを用意。それが体重計。この台の上に乗ると体重が表示され、常に測り続けられる。つまりこの台の上に乗りながら食べた分だけそのまま体重も増えるのか確かめる。椅子や服の重さを引いた食べる前の体重が 46.6キロ。これがどのように増えていくのか。いただきます。美味しそう。私じゃあカレーからまずは大きな一口でパクリ。するとなんと一口で100グラムも増加。これ一番美味しいです、真面目に今まで食べた中で。というと一気に食べ進め、たった4分で体重1キロも増加。さらに100グラムもあるとんかつ1切れをなんと2口で。とんかつを1枚完食し、残り 2.5キロ。ここまでわずか13分。これには店長もこの表情。そんなことはお構いなしにどんどん食べ進め。あ、ルーおかわりしてもいいですか？ルーのおかわり。確かにねえ。勢い止まらず、あとちょっと。ごちそうさまでした。見事完食。さあ 4.6キロのカレーを食べた彼女の体重は何キロ増えた？果たして 51.9 キロ。食べる前が 46.6 キロだったので、なんと 5.3 キロも増えちゃった。そう、水を飲みカレールーをおかわりしたのでこんなに増えたのだ。お腹が切れそう。そんなお腹はどうなっているのか。食べる前と食べた後を比べると信じられない状態に。ではお腹の中はどうなっているのか。食べる前はこの部分が胃が、食べた後はこんなにでっかくなっちゃった。もうパンパンで、翌日彼女を訪ねると、こんにちは、仰天ニュースです。お腹ぺったんこに。そしてこんなことを言い出した。太ってました。ちょっとどんぐらい太ってたんですか。今より20キロプラスぐらいです。痩せたってことですか。はい、なんか太らなくなりました。実はその20キロダイエットの後、なぜか太りにくくなったという。それは一体どんなダイエットだったのか。1994年埼玉県、大塚家の次女として生まれた桃子ちゃん。健康的でスラッとした体が、ビッグサイズのパパの影響でややぽっちゃりボディに。そのまんま大きくなり、お肉がちょっと気になっちゃう体型に。で、ダイエットしようと思う出来事が。高校卒業後、かなりのぽっちゃりさんだった桃子さん。あ、この振袖可愛い。やっぱ赤がいいかな。成人式で着る振袖の前撮りのハガキが届いた。すると母親が、あったあった、これこれ、お姉ちゃんの前撮りの写真。これお姉ちゃん。そうよ、なんか綺麗に撮ってもらうんだって頑張ってたわよ。これが桃子さんに火をつけた。このままじゃやばい、痩せよう。で、ダイエット開始。そしてこの行動が太りにくい体質への扉を開いた可能性が。それ以来彼女は4時30分に起き、何も食べず1時間ランニング。お昼は休憩行ってきます。毎日のようにスーパーで買ったお刺身に粉わさび。塩分の摂りすぎはむくみの原因になると思い、塩分が少ない粉わさびを彼女は直にお刺身につけて食べていた。夜は魚の干物を水でしっかり洗い、これだけを食べる。で、1時間のランニング。そして寝る前にネットにダイエットにいいとあったよしココアパウダー。ココアの原料であるカカオには食物繊維が豊富に含まれ、糖や脂質を伴って排泄されるため、それらの吸収を緩やかにするという。彼女が選んだのはカカオ成分が多く糖類を加えていないピュアココア。それをこれまた直で運動、食事制限、ピュアココア、ダイエット生活を1年、なんと20キロのダイエットに成功。現在の超ほっそりボディに。そしてとんでもないことに気づく。痩せてからずっと我慢していたが、友人に誘われバイキングに行くことになり、そこは夢のような食べ物が取り放題。すると美味しそうすぎたカリカリめの大きい唐揚げです。で、我慢していた1年間の食欲が大爆発。4時間ぐらい多分食べ続けて、もう食べたいだけ食べました美味しかった。満腹すぎて何度かトイレに。すると翌日、なんで全然太ってない。体重測ってもあんまり変わってなくて、それ以来なんか我慢するのがバッカらしくなって、ダイエットはやめちゃいましたずっと食べてて太んないですね。そんなある日、彼女がダイエットするきっかけとなった姉と久しぶりのランチ。そこで姉は衝撃的なシーンを目撃する。一緒にランチしようってなって、店員さんは引いてましたねお待たせいたしました。ボロネーゼ大盛りのお客様。はい。はい。出します。こちらカルボナーラ大盛りでございます。あ、それも私。ダブルハンバーグ。あ、それも。黙々とペロリと食べて気軽におごるからって言えないです。さらに奇妙な出会いをした友人も。ほとんど前情報なしに紹介されたんですね。って思っちゃいました。これとこれください。餃子になります。ラーメンになります。彼女のペースに任せていたら気づいたら綺麗にテーブルの料理なくなっていた感じでした。そんな彼女、本気出したらどれくらい食べられるの？都内でわんこそばを楽しめると話題のくるくるわんこさんで1杯 10g のおそばを時間無制限で食べてもらった。100は超えたいです。ということで早速スタート。3倍。勢いを落とすことなく1時間40分食べ続け、特訓終了。一体何杯食べたのか。その数なんと540杯。このお店に来る女性が食べた平均は90杯なので、その6倍。こんなに食べたのに翌日には体重が戻っていた彼女、一体なぜなのか。彼女の体を調べて太りにくい体になった原因かもしれない一つを先生が語った。超大食いしても翌日には体重が戻る大塚さん、一体なぜ？調べてみた。その結果を腸内細菌に詳しい慶應義塾大学福田真嗣特任教授は、彼女の場合ロゼブリアやブラウティアといった腸内細菌が比較的多いと。これらの菌は短鎖脂肪酸を作るんですけれども、この短鎖脂肪酸には太りにくくする可能性があるということが言われています。短鎖脂肪酸とは腸のバリア機能を高め肥満になる成分をブロックしたり、腸のぜん動運動を助け排便を促す効果がある。しかしもともとは太っていた彼女がなぜ太りにくい体質に。この後医師が語る。もともと太っていた大塚さんが太りにくい体質になったのはなぜ？医師によるとダイエットした時のココアパウダーの影響かもしれないという。彼女の場合はカカオを1年間ずっと食べ続けると、そういった食習慣が腸内環境の変化ということを促したのかもしれません。カカオを摂取すると短鎖脂肪酸を作るブラウティアという腸内細菌がお腹の中で増えるという研究報告もあります。腸内環境は人によって異なりますので、同じような効果がみんなが得られるかは分からないんですけれども、彼女の場合はブラウティアという菌がだいたい 1.5 倍ほど多いということが分かりましたので、こういったところが影響しているかもしれません。彼女の場合はカカオを摂ることで腸内環境が変化したと考えられたが、カカオにはカフェインも含まれているため、過剰に摂取してしまうと頭痛、不眠などの症状を引き起こす可能性もあるので注意が必要。太りにくい体質を手に入れた彼女、現在は YouTube に動画をアップするため月に20回もデカ盛り料理を食べている。やっぱり羨ましい。妻に秘密のミッション大失敗。深夜、正幸さんはある瞬間を待っていた。それは妻が眠りに落ちるときで、妻の熟睡を確認するとこそこそとどこかへ。それはキッチン。そう、お腹が空いていた。なぜなら、今日もこれにしよう。できたわよ。ありがとう。はい。超健康志向の奥さんだから夕食はヘルシーで量も少ない。でもそんなこと妻に言えるはずもなく、深夜のこっそり夜食は夫の楽しみだった。で、この日も今日は餃子だ。よーし、作るぞーが、この餃子がとんでもないことになる。すぐに調理スタート。フライパンに並べて、水入れて、蓋をしていってらっしゃい。で、5分。そろそろかな。蓋を開けると、素晴らしい感じで餃子は完成。美味しそうで、あれを想像しちゃった。自分もやってみよう。皿をフライパンに密着。じゃーんとひっくり返した。すると、あれなんと皿が取れない。揺らしても振っても取れない。ダメだ。いやいや、諦めない。お腹は空いてるし、せっかく作ったし、絶対外してやる。あ、ダメダメだ。その時、特に女性がやりがちな何かが外れない時の光景が頭に浮かんだ。一体何が外れない時の光景？どうやってもお皿が取れない。その時、ある光景を思い出しちゃった。それは、抜けない指輪が洗剤でスルッと外れる映像。いやいや、ダメダメ。餃子が食べられなくなっちゃう。で、またひらめいちゃった。ごま油を洗剤代わりにかければ、そうだと思い、早速皿とフライパンの間にドバーンで温めちゃったりしたら、なんて思って火をつけた。で、しばらく待っていた時、幸い正幸さんに怪我はなかったが、お皿は割れ、天井や壁、床が大変なことに。もちろん奥さんにこっぴどく怒られたことは言うまでもない。主人が来ないでって提唱している後ろを見ると、壁も天井もガスコンロ周りも餃子が飛び散ってて、お皿も割れてますし、大惨事でした。こっそり夜食食べてるのをバレて、もう全部元通り以上に綺麗にするようにということで掃除もさせられて。実はフライパンとお皿の間に残っていた水と加熱された油が触れ合うことで、急激に水蒸気が発生。その圧力に耐えきれず爆発したと考えられる。お皿が万が一取れなくなった時は、厚めのお湯を張り、スプーンなどでお皿を引っ掛けると取れるので、こんなことはしないように。